ここまでたどり着いたか。待ち引き返せ、引き返せ。そこから先は頂きの世、いわば神の世じゃ。おい、引き返せと申しておるに。ようやく見つけたぜ。この山にこんな大層な橋があったとは知らなかった。年貢の納め時だ。今度は逃がさねえぞ、カスラ。石丸、何故そうまでして我らを。抜けたてめえにはわからねえだろうが、俺たちだってギリギリなんだ。そのガキどもを見過ごすわけにはいかねえし、裏切り者のてめえも殺す以外考えられねえ。ならば致し方あるまい。なんだその情けねえなりは。侍が聞いて呆れるぜ。まあいい、くたばっちまいな。なあお姫様、何故そのようなところに。なりませぬ、お戻りくださいお姫様。ちぇ、うるせえな。わしに構わず続けるがよい。それにしても面白いの。お主ら人か、人じゃろ。この頂きの世に踏み込んで早々に切り合いとは、まったくもって野蛮極まりないぞ。ほれ、もっとやれ。お役目の日は退屈でのう。出番が来るまではただただ飲み続けるしかないんじゃ。しかし今日のところは抜け出した甲斐があったというものじゃろう。お姫様、そのような者どもと関わっては。おいおい、案ずるな、すぐ戻るわ。おお、いい生き物じゃねえか。おお、お主のごとき下郎にもこれがわかるか。高いぞ、この絹は高いぞ。このわし、サクナ姫の格を示すにふさわしいであろう。サクナ姫、ガキの癖しやがって。なんじゃと。わしは大人だ。あまりの無礼さにすっかり酔いが冷めてしもうたわい。宴に戻って飲み直すとするか。人のここから先は神の領域じゃ。さもなくばその命保証せん。あのワッパ、なんとしたルルク。宴と言ったか。果たすのはこれからですぞ。席に戻るなり、このようにまた深酒をなされては。またまた、たまじはうるさいの。何、酔っ払ってもちゃんとお役目を果たせろ。おい、わしにかかればチュチュッと。あ、まずい。
どこに行かれるのですか。まだお話。スポンジ、わしが間違っておった。改めて酔いを覚まし、役に備えるとはする。少し席を外すぞ。おお、おひいさま、ついにこの玉の心をお分かりいただけましたか。おい、お主ら。まずいまずいまずい。人の子なんぞ連れてきてはお役目どころかお咎めじゃ。やりおったな。人の子の分際でこのわしに歯向かうとはどういうことか。いや待て、ここには強い酒や油も。何でしょう、今の大きな音は。何やら香ばしい匂いがいたしますな。さくら姫よ。その方、あの偽善たる武士、
かけりびが娘として今日まで重用してきたにもかかわらず、チンが楽しみにしておった捧げ物を宣伝ごとぶっ飛ばすとは、はあ、なんたる所業ぞ。ネギ殿、お許しを。それもこれもこやつめらが。神ともあろう者が人に席をなすりつけるでない。申し訳このままでる。さて、人の子らよ、名乗れ。桂右衛門の城高森、人呼んで田右衛門にござりまする。おいらは聞いただ、おめが帝ってやつか。ゆいだ、こいらとこやんだを早く消してけらい。見るってと、あい、かいまるです。神と人は二つよ、すなわち頂きの世と麓の世に分かれてあらねばならぬ定め。されどその方らが渡ってきた雨の浮き橋はすでに隠れてしもうての。次にあれがいつ現れるかは、主神であるこのカムヒツキにも皆目見当がつかぬのだ。よって橋が現れるまで、そこのサクナ姫と共にこたびの狼藉の始末をつけるがよい。始末と申されますと？サクナ姫よ、鬼島のことは存じておろうな。その方の父母が出会い、かの悪神大水地を討ち取りし離島じゃ。いまいましきあの地は古くより多くの鬼が救い、いまだ我が支配を及んではおらぬ。その方らはこの鬼島を開きながら、何故鬼が生まれいずるのかを調べてまいるのじゃ。そのようなお言葉ですが、カムヒツキ様、鬼島はあまりに遠すぎまする。片道だけで何日もかかりましょう。ここから通うつもりではあるまいな。無論鬼島に住み着いて命を果たすのだ。それまではこの都を追放とする。追放でございますか。これは正式なる勅であるぞ。以上じゃ、下がれ。追放。さあ、おひいさま、あちらに。良いお年をしてダダをこねられますな。決まってしまったものは是非もありませぬ。一日も早く勅を果たし、都に戻ってまいりましょう。さくなさん、心！あんな奴らと一緒なんて嫌じゃ。ここで心はと一緒がいい。私も寂しいですわ。じい殿、いかがいたしましょう。頼む。なんと情けない。あれが都一番の武神の血を継ぐ神のお姿。しかしながら良い機会なのやもしれませぬな。おひいさまはこの三柱の都で何の労もなく、ご両親の財をただひたすらに食い散らかしてお育ちになりました。これからの厳しい生活がおひいさまに多くを学ばせてくれると願いましょう。私の分もさくなさんよろしくお願いいたします。この命に代えましても。さようなら、さくなさん。けれど少しほっとしている。どうして？
めんな。ここまで船こいだんはおいらとおっさんだぞ。まんずいでくったくただよ。まあまあ良いではないか。してさくな様、これからいかがいたしましょう。そうじゃな、じいに聞いてみるか。じい、おいたまじ、寝ておるのか。はあ、着きましたな。ここが鬼島で間違いございませぬ。じいはまっことじじいじゃの。聞いておったのなら、あれからどうすればよいか、はよ申せ。ふん、確かこの洞穴は、ずーっと島の中腹まで続き、抜けた先に峠があるはず。その頂には、おひいさまのお母上が住まわれていた家がございます。まずは、そこを目指しましょう。そうか、わかった。さあ行け、人の子らよ。あい。いや、お主はさすがに。カイマルは、ミルテと一緒。他の者はどうした。何故誰も動かぬ。だってこの島は鬼だらけなんだべ。ゆいの言う通りだ。神様ってのは一晩守ってくれるから神様なんでねえかよ。げんにくそ生意気なガキどもめ。おい、田植えもんとか申したか。その腰に履いた刀は飾り物か。かたじけない。この刀は由緒正しき技物なれど、肝心のそれがしには武芸の才が全く備わっておりませぬ。いつぞやなど七にあってすら刀がすっぽ抜けてしまい。おひいさま、もうよい。わし一人で行ってやるわ。おお、それではそれがしたちは後からついていきまする。
鬼ではない。カムヒツキの手のものか。いずれにせよここで無様にムクロを晒すがいい。なんじゃとは。よくも高貴なるこのわしに向かって。おひいさま、そやつは。ちん、邪魔をするでない。引っ込んでおれ。足元の技を見せろ。素晴らしいやつじゃ。どうやら目指す先は同じようですな。